皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は伊勢物語の第114弾「芹川行古」です。今日はここからです。それではいつものように拡大して読んでいきましょう。まずこれは昔という漢字を崩したものです。これは人という漢字です。これは平和の和。 という漢字を崩したものです。次は山水に農業の能、漕いという漢字を崩したもので、のと読みます。次は見るという漢字を崩したもので、みと読みます。次はか。次はと。これは、 勢いととう漢字を崩したもので、せと読みます。次は「り」これは「川」という漢字を崩したものです次は「耳」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「ゆく」という漢字を崩したものです これは、かです。次はうそしてし次はたもうという漢字を崩したものです次は介護の介という漢字を崩したものでけと読みますこれはるです 次は時という漢字を崩したものですそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。昔、ニンナノミカド、芹川に行行を下回ける時。昔、ニンナノミカドが芹川に行行をなさった時にとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはい。次はま。これははちという漢字を崩したものではと読みます。次は佐藤さんのさという漢字を崩したものでさと読みます。 これは、流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。次は、こ。次は、と。これは、にです。次は遣唐使の、剣刀詞のけんという漢字を崩したもので、けと読みます。 次は奈良県の名という漢字を崩したものでなと読みます。これはくです。次は思うという漢字を崩したものです。次は介護の介という漢字を崩したものでけと読みます。次は連合の連という漢字を崩したもので と読みます次は「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「今は去ること逃げなく重いけれど」「男は今はもう年老い」 鷹狩りのお供など似つかわしくなく思ったけれどもとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれはも次はと次は三随のつという漢字を崩したものでつと読みますこれはき 次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、る。これは、こです。次は、と。 これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。次は「れ」。これは「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。元月にけることなれば。 以前、その役についていたのであったからとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、これはおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は保険の保という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は多いという漢字を崩したもので。 たと読みます。これはか次はのこれはたです次はかこれは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます次はひ これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、て。これは、さです。次は、ふ。これは、らです。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。 次は、勢いという漢字を崩したもので、せと読みます。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、ま。次は、ひ。次は、希望のきという漢字を崩したもので、けと読みます。次は、る。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。大鷹の鷹かいにてさぶらわせたまいける。帝は大鷹の鷹かいとしてお供をおさせになったとなります。 を崩したものでりと読みます次は「か」これは「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みます次は「き」「ぬ」の下に横線があるのはこれは「心」という漢字を崩したもので「怒り」 という漢字を崩したものです。ぬと読みます。次はの。これは多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次はも。これはとです。次はに。 これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、き。これは、つです。次は、け。次は、剣闘士の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、る。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。すりかりぎぬのたもとに書きつけける。男は着ていたすりかりぎぬのたもとに歌を書きつけたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は支えるという漢字を崩したもので、きと読みます。次はな。次はさです。これはひ。次はひと。 これはなです。次はと。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は免許の免という漢字を崩したもので、めと読みます。次はそ。これは 漢字訳の漢という漢字を崩したものでかと読みます次はりこれはこ次は道路の路という漢字を崩したものでろと読みます次はも 次は、剣頭詞の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、ふ。これは、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、かのうのかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、と。これは、そです。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、川という漢字を崩したもので、つと読みます。 次は「も」これは「な」です次は「く」これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます次は「る」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう 「おきなさび」「ひとなとがめそう」「かりごろも」「きょうばかりとぞ」「たずもなくなる」「わたくしが老人のようなかっこうしているのを人々よおとがめなさるな」「狩りのおともの狩りるを着るのもきょうかぎり」「狩り場の鶴もきょうかぎり」と泣いているようです」となります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは置いてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は保険の保という漢字を崩したもので、ほと読みます。これはや。次は気配のけという漢字を崩したもので、けと読みます。 次はのこれは語という漢字を崩したものです次は介護の会という漢字を崩したものでけと読みます次はしこれは木です次はあ 次は「し」これは「か」です次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますひらがなの「和」との違いは上の字から筆が続いていないのが和で「和」でこのように続いているものが「利益の利」を崩したものです次は「介護の介」という漢字を崩したもので「 けと読みます次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「公の御景色足かり蹴り」「それをご覧になり帝のご機嫌は悪かった」となります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、お。次は、乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。次は、か。これは、よ。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。 次は、い。次は、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。これは、お。次は、も。これは、ひです。次は、介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。 まとと。読みます。次は、それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。斧が弱いを重いけれど男は自分の歳を思って読んだのだがとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは和。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはか。次はら。これはぬです。 次は人これは「はという漢字を崩したもので「ハと読みます次は「キこれは繰り返しの記号ですので「キと読んでくださいこれは「お」 次はひ、次は介護のかという漢字を崩したもので、けと読みます。次はり、これはと、次はいやです。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 若からぬ人は聞き老いけりとや、若くはない人は我が身のことと受け取ったとか、ということだ、となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。